こんにちは。午前中かなり激しい雨が降りまして、せっかく耳かき草の花も咲いてたんですけども倒れてしまいました。今回は食虫植物栽培における水やりについてです。水やりの時に使用する水なんですけども、ほとんどの方は水道水を使っておられると思います。私も水道水を使っているんですけども、これはカルキで消毒されてますし、余計な菌やウイルスなんかも入ってないんで安心して使えるんですけども、中には井戸水や湧き水なんかも使ってらっしゃる方もいると思います。ただ、そういった水をですね使っていてちょっとなんか調子が悪いなって思われた場合ですね、中に含まれる成分なんかでちょっと植物に合わない場合があるみたいなんで、ほとんどの場合は大丈夫なんですけども、もしそういったことがあればちょっとやる水をですね見直してみるのもいいかもしれません。水やりといっても食虫植物の多くはこうした腰水栽培にしているので、この受け皿の水をですね切らさないようにすればいいんじゃないのって思う方もいらっしゃると思います。もちろんそうなんですけども、その補充の仕方ちょっと変えるだけでこの鉢内の環境をですねよりよくすることが可能です。例えばこちらの灰取り槽なんですが、この下の受け皿の水が少なくなってきたら水を補充するわけなんですけども、補充する際直接この受け皿に水を入れるんでなくて、この鉢の上からですね水をかけてやって、この鉢の中を抜けた水で補充すると、まずこの鉢の中がね新しい水で洗浄されます。また新しい空気も入っていくので根にとってもすごくいいんですね。続いては夏冬の水やりなんですけども、まず夏ですね、ベランダなんかで栽培されている方で、ベランダに水道がない場合ですね、外にですね大きなタンク、樽とかですね大きなバケツとか、そういったものに水を溜めてすぐ水やりができるようにしてらっしゃる方もいると思うんですけども、その際ですね直射日光が当たって水がお湯のようになっている場合ですね、そういったのをかけてしまいますと植物にダメージを与えることになるので気をつけてください。続いて冬場なんですけども、冬は水道水もかなり冷たくなるため気をつけなければいけないんですけども、屋外で栽培している食虫植物に水やりする場合はですね、そんなに気を使わなくて大丈夫だとは思うんですけども、温室なんかで栽培している食虫植物に関してはですね、冷たい水をそのまま与えると根にもかなりダメージを与えると思うので気をつけてください。ただ手で触ってみてぬるま湯みたいなものはねちょっと避けた方がいいとは思うんですけども、温室で管理されている食虫植物にはですねちょっとその冷たさを和らげて水をやられる方が無難だと思います。いかがだったでしょうか。ちょっと簡単にざっとお話ししましたけども、水やり一つでねだいぶ違うんで、皆さんも食虫植物の気持ちになって、水やりをしてみてはいかがでしょうか。今回は水やりについてでした。このチャンネルでは食虫植物に関するいろいろな動画を作っています。特に初心者の方、これから栽培を始めてみようかなって思ってらっしゃる方はですね、参考にしていただける動画がいろいろあると思いますので、またぜひご覧になってください。よろしくお願いします。